皆さんこんにちは。2022年10月7日に千葉ロッテマリーンズの監督に就任されることが発表された吉井正人監督。吉井監督は3月に開催されるワールドベースボールクラシックでも投手コーチを務めることから、全監督の中で最も多忙な監督となるのは間違いないでしょう。ロッテは昨シーズン69勝73敗でパリーグ5位、長距離砲を放てる選手もおらず、すっかり弱いイメージが定着してしまいましたが、2023年から始まるシーズン、吉井監督就任でどう変わるのでしょうか。間もなく沖縄石垣島での春季キャンプが始まりますが、そんな中、先日出演したラジオ番組で若手選手に対し吉井監督が辛口コメントをしたことが話題となっています。今回は吉井監督が若手選手に辛辣なコメントをしていることを中心に話を進めていきます。実際に吉井監督が辛辣なコメントをしたことから話していきましょう。吉井監督は1月22日に行われた TBS ラジオ石橋貴明のゲート7にゲストに出演。番組内で若手打者に対して期待を込めた辛口コメントをしました。トンネルズ石橋は昨年のロッテは長打力が弱かったことを指摘。その上で今後期待できる若手選手はいないのかという問いに対して、吉井監督がまず挙げたのが2017年にロッテに入団した安田尚憲選手でした。安田選手は2017年にドラフト1位でロッテが獲得した期待の若手選手。履正社高校時代は4番打者として活躍、高校通算65本塁打を放ち、清宮幸太郎選手と東の清宮、西の安田と並び称されるほどでした。当然プロ入り後も長打力に期待されました。3年間のほとんどは2軍で過ごしたものの、2020年には86試合連続で1軍の4番の座に座り続けました。しかしその後は徐々に失速、4番の座からも外れ、2022年の最終戦績は打率2割6分3厘9本塁、低迷期は脱したものの、まだまだ覚醒には至っていないといった感じですよね。吉井監督は安田選手が昨シーズン自己最高となる9本の本塁打を記録したことに対して苦笑い。というのも履正社時代にサンバガラスと言われた同学年のヤクルトスワローズの村上宗隆選手は56本塁打、日本ハムファイターズの清宮選手は18本塁打、3人の中で最下位ですよと吉井監督が漏らすのも無理はありません。さらに安田選手に対して、安田は足があまり速くないのでヒットで一塁に出ちゃうと逆に迷惑、ヒット3本出ないと点にならない、四球で一塁に行かれてもチームにとってはあまりプラスにならない、初球からカウントの良い時に思い切り引っ張ってくれたらいい、三振 OK と持論を語りました。ファンからは確かに安田と山口は単打や四死球では足が遅くて、次の打者の際に一つでも先の塁狙うのが大変、逆に足がある藤原は少し力抜くくらいがちょうどいいってわけか、安田本気で頑張らないとクビになるよ、ホームランバッターで雇ってもらってるんだからしっかり仕事をこなせるように進化しろと様々なコメントが。トンネルズ石橋が西武の山川穂高選手や DeNA の牧秀悟選手を引き合いに出し、みんなすごいんですよ、ケツから太もも、下半身ってボールを飛ばすためには絶対必要なんだなって思いましたね、安田君ちょっと細いんですよねと投げかけた際には、ロッテに立派な下半身を持っているのはいないですね、マスコットのマー君くらいですかねと皮肉めいたコメントをした吉井監督。安田選手の下半身については吉井監督も悩んでいるようで、オフにゾゾマリンのトレーニングルームで安田と会った時に、もっと大きくした方がいいんじゃないのかと言ったら、減量しましたってと言われたことを呆れ顔で告白。村上とか大きいよと、もう少し大きくなってほしいと促したんですけれどと、何とも言えない表情で語りました。しかし吉井監督は安田選手に対して、ゆくゆくは4番を打ってくれたらいい、今の感じでは5、6番くらい、バッティング練習では飛距離を出せるのでホームランを打てる4番バッターになると思うと期待を寄せるコメントもしています。現状に満足するのではなく、さらなる飛躍を目指してほしいからこその辛口コメントだったようですね。続いて名前が出たのは2018年に入団した山口幸輝選手。長打という意味では山口ですね、反対にも大きいのを打てますと吉井監督が言うように、山口選手はスイング力に優れた選手。ドラフト4位でロッテに入団後、2軍で4番の座に定着。
2021年にはプロ3年目にして開幕1軍戦デビューを果たすと9本塁打を記録しました。2022年にはオリックス戦で本塁打3本と2塁打1本を放ち、4打数4安打を記録。1試合で3本塁打は球団史上2020年7月28日の井上晴也選手以来2年ぶり15人目。1試合8打点は1982年8月4日の落合博満以来40年ぶり6人目となるなど、今後にも大きな期待が寄せられます。最後に吉井監督が挙げたのが、2018年に入団した藤原恭太選手。吉井監督は番組内で、あと藤原ですね、こいつがサボっているのでと一括。藤原選手は安田選手同様、ドラフト1位でロッテに入団、大阪桐蔭では4番打者としてチームを全国制覇に導くなどしました。高校通算32本塁打、長打力だけでなく 50m 走を 5.7 秒で走ることのできる、まさに走攻守の3拍子揃った選手ですが、プロ入り後は思うように活躍できていませんでした。昨シーズンの8月には1軍昇格を果たした藤原選手ですが、昇格後すぐに新型コロナウイルスの特例2022で登録抹消されることに。外野の守備は1軍レベルだけに打撃面に課題がある選手です。昨年9月には打率が1割7分0厘と低迷してしまうことも、大阪桐蔭では4番打者を務めていた実績からのプロでの低迷、ファンからはこいつが失敗するって1ミリも思わんかったわ、代表でも別格に木製対応できてたし、ほんまにわからんもんやな、正直ある程度成功すると思ってた、など藤原選手に対して期待外れというコメントが相次ぎました。期待外れという不名誉なレッテルを貼られてしまった藤原選手。吉井監督は藤原選手に対し、この子は足があるので、もっとちょっと頭を使って、まだホームランを打ちたいんですよね、ライナーを打ってツーベースを打ってほしいんです、フォアボールで出ても盗塁すればツーベースと考え方の転換を求めるコメントをしました。藤原選手は安田選手と比較して走力には定評があります、ホームランを狙いに行くのではなくツーベースヒットを狙ってほしいようですね、さらにホームラン30本を狙うんじゃなくてツーベースをいっぱい打ってるうちに自然とホームラン20本打てると思う、と持論を展開しました。確かに藤原選手は長打力には非常に定評があります。昨シーズン2軍での西武戦ではライナー性の超低空飛行弾の勢いが止まらず、そのまま外野フェンス越えという衝撃弾を放ったことも、当時ファンからはこの弾道で入るの嘘やろ、それ入るの化け物で草、などのコメントが寄せられ話題になりました。しかしプロは結果が全て。2022年の藤原選手は49試合に出場、24安打中1本塁打と苦しい結果に。吉井監督が言うように、ホームランだけを狙いに行かずヒットを狙って、その流れでホームランを打ってくれるようになれば、ロッテの得点源として大きく貢献できるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は吉井監督が若手選手に対し辛辣なコメントをしていることについてお話ししました。辛辣なコメントの裏には、若手選手に対して期待を持っていることが伝わってくる内容でした。低迷が続くロッテ、現状を打破するには若手選手が活躍するしかありません。2023年シーズン、安田選手や藤原選手ら若手選手の覚醒に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。